はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しの後藤です。今回はこちらをサキさんに切ってもらうっていう後編になります。今日サキさんお願いします。はい、ですね。で、まあもう早速今日はね、これからね、サキさんが見せてくれると思いますので、自宅でカットできる超簡単な方法ですね。なかなか美容室行けない方だったりとか、こちらの方を使っていただいて、ただね、皆さん美容室ちゃんと来てください。今日はね、このヘアリーのバームワックスをつけて、カットした方が初心者の方切りやすいんで、ちょっとこちらをね使ってやってもらいたいと思います。ではね、まず横にしてもらって、もみあげの延長線上のところを取ってもらって、はい、じゃあ今度反対側ですね。解説できる？解説は難しいですか？はい、これをね直すんですよね。これ綺麗に直します。はい、直してもらって、もうここでコーム使わないので、100均のね、で頭のアールに合わせてもらって、まっすぐなるように立たして、で首輪します。首輪ね、もうちょっと上の方がいいかな。はい、で前の方で、はい、でバームワークつけるとちょっとね切りやすくなりますからね、こうやって。で結構ね、これバリカンあんまり肌につけると肌切れちゃうので、皆さん気をつけてください。ちょっとウィッグ押し付けないとダメなので、ちょっとあれですけども、人間の時計もあんまり押し付けちゃうと、今、アタッチメントつけてないので結構痛いんでね、痛いというか肌切れちゃう可能性もあるので、まあ、そこだけね気をつけてください皆さんね、はい、あんまり下にやっちゃうと、下にやってもいいんですけど、ラインを作る場合はそこを押し付ける感じですね。どっちかと止めて、そうです、止めて、そこで止めて、うん、そうポイントとしてはね、目線をちょっとね、同じ高さに、まあ膝ついてもいいので、目線をなるべくね、やった方が切りやすかったりします。腰を落としてもらって、やった方がいいですね。ウィッグだとやりづらいでしょ、なかなか。やり方自体は多分簡単だと思います。簡単だと思いますね、はい、表面の毛がこういう風にね出てくるってことは、もう切れたってことなんで、まあ、それも一つの合図かなと思います。ある程度やってできなかったら、まあ後で切るということでですね、やっていただければいいかなと。後で切ろっか。はい。そしたらね、今度次いきますね。これちょっと難しいんですよね。結構ここはね、どこで止めていいのかわからないことが結構あるんで、先ほど切ったところのガイドラインをちょっと取っていただくような感じになります。はい。そこで止めて。はい、ちょっとぐるっと回ってもらって、まあそこ後でね、ハサミで切るとして、反対側行きましょう。はい、とりあえず OK ですね。指をね、ちょっとここに押さえた方がやりやすい。ここに人差し指を乗っけた方が、そう、人差し指を乗っけた方が押す力が強くなるんで、そうその方が、この指の感じの方が、このやり方はいいです。人差し指がポイントですね。なるべくね、そこしっかり押さえないとずれちゃうんで、そうです。姿勢が結構高いとずれやすいんですよ、そのカチューシャが。なんで結構少し中腰か膝ついた方がやりやすいと思います。目線で切らないとちょっとやりづらい、そうですね。人差し指やると切りやすいですね。はい。ネープの背側から指を揉むです。まあ頭の大きさによっては3本ぐらいの方もいるし、首輪にして1センチ切ります。これ、ね、中出ちゃうんで、はい、そこですね。そこでガッチリ止める。そしたらまた同じように切ります。これがあるとね、伸びてきた時出ちゃうんで、でね、あんまりこう強くやると本当に怪我しちゃうので、人間の場合はね、ウィッグはちょっとあれですけども、皆さん気をつけてやってください。その方がやりやすいでしょ、目線の方が。そうでもない、だんだん下に下がってくるんでね、やってると、そのカチューシャが。
あ、これだいぶね、できるようになってきた。もう一回溶かしてもらっていいですか。これ結構端っこの三つ襟がね、長くなりやすいんで、こういう風に切れ、ここが結構出ちゃうんでね、慣れるとやりやすいでしょ。はい、はい、綺麗にね。あ、さっきさん綺麗じゃない、かなり。で、今度正面ね、前髪今度切っていきますよ。はい、100均のハサミで長さを合わせるんですけど、そうですね。で、持ったところの上を切る感じで大丈夫です。もうちょっと切っちゃっていいかな。マスクって、あ、でも大丈夫、つけてもいいですけど、大丈夫かな。長さ同じぐらいになった。はい、そしたら前髪切ります。目尻の延長線上で、ごめん、黒目じゃなくて目尻の延長線上でした。指3本分のところで合ってますね。はい、で、まっすぐにして、これをまっすぐにします。頭皮に対して90度、45度ですから、この45度のところでいいです。水平ぐらいでいいですね。根元から溶かして水平で、そうっすね。それでまっすぐになってるのを確認したら、長さちょっと確認してね、この辺に落ちるよっていうところですね、確認してもらって、はい、45度の角度のまんま切っていくとちょっとズレができるんで、ちょうど、はい、そこからチョキチョキって100均ハサミで、そうです、ちょっと切りづらいかもしれないけど、まっすぐにね、ちょっと100均のハサミはガリっちゃいますね、ちょっとずつ切んないと。角度45度のままちょっと下がってきてるんで、もうちょっと水平に上げます。はい、で、一回下ろしてもらっていい？長さ大丈夫かな。お、結構いいんじゃない。ちょっとさっき散策前髪、あ、なかなかいいんじゃない。いいですね、綺麗に切れたでしょ、綺麗に切れた。で、はい、これで OK です。で、横の方を下ろします。そこを真ん中のさ、バツってきたら同じ長さになるじゃん。そうです、ちょっと左下がりになってますね、それハサミが前に集めて、そこを合わせると、そしてそこをバツって、こっちの方がいいかもしれないですね。はい、バツって切ってください。うん、そしたら同じ長さになるんで、同じ長さだよね、違う、なんか左長い気がするけど、それの感じかな。そしたらもうちょっと左のところ、今度だけをちょっと引っ張って切るとか、合わせていきます。左長いでしょ、ってことは右に引っ張りすぎてるんでね、センターが合ってない、多分ハサミが右から入れてるが左側が逃げちゃうんで、左側長くなっちゃうんですよね、右からハサミ。ただちょっと左側で V を作った方がいいかもしれないね。ただもうそのまま普通に工作みたいな感じで、そうそうそう、それで全然いいです、それでいい、そう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 、それでいいです。一回なんかこうね、中からこうえぐる感じでやるといいんですけど、あんまりやると穴開いちゃうんで、音がジュルジュルってなったらもう下に逃がしてください。で、もうちょっと上げた方がラインが出づらいので、もうちょっとリフトしてください。はい、ストップ。その状況でやる、そうそうそう、それでいい、それでいいです。それを全体にやっていく。あ、そう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 、それ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 でいいよ、それでいいよ、それ今の、そう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 、なんかスライドカットしてるみたいでしょ。で、反対側もね、お願いします。あ、そう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 、あ、いいっすね、その感じです。はい、あんまりやるとね、穴開いちゃうからね、大変なこと、大変な事件が起きちゃう。サイドはね、結構気をつけてもらわないと、量がね、結構全体に同じ量になるようにちょっとやっていきましょう。どう？全体同じくらいの量になった？そうそう、そうだね、そうやって広げてみれば全体同じ量になったか分かるよね。お、いいですね。お、いいね、今のいいですよ。もう一回ちょっとよろしく。あ、そう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 、ちょっとあんま穴開いちゃうけど、あんまやりすぎて、スライドカット、バリカンスライドカットが、そうです、これでね、将棋バサミつかなくていいんですよね。
そう。あ、いいんじゃない？もうそれいいかな？サイドはもう軽いもんね。はい、じゃあ、ちょっとブローしましょう。それで内巻きにしてもらって。はい、で、顔周り。そしたらあの中の方出てこないでしょ。表面切んないでしょ。中のね、ところ。そう、そこ。それを切る。かなりいいんじゃない？さきさんが切って、ここまで綺麗に切れます。ちょっと時間かかりましたけどね、若干。どうですか？いい感じでしょ？そうでもない？ということで、少し分かりづらかったところあるんで、僕が早送りでちょっともう一回やり方簡単にパパッと早送りでちょっとやりたいと思うんで、ちょっとさきさんに動画撮ってもらいながら僕がちょっとやろうかな。はい、バーマックスをつけます。で、これをつけて全体につけて切りやすくします。まとまるので、要は毛が逃げちゃいますから、つけないと。なんで毛が逃げないようにこのバーマックスつけます。そしたら、はい、どうした？次はですね、イヤートゥイヤーを止めていきます。てん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 、このまま上トン、ちょっと広めに取った方がね、いいんで、はい、もみあげの延長線上、トン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 、ここですね。はい、ここを取ります。溝がまずちゃんとなってるのかっていうと、この R をちゃんと整えていきます。そしたらこのまま、はい、このちょっとね、目線をちょっと高い位置で切った方がいいので、ちょっと目線同じぐらいにした方がいいと思います。なぜかっていうと、上からやっちゃうと手が下がってきちゃって下に逃げちゃう。そうすると長さがいびつになっちゃう。だから目の高さで切ります。はい、で、ここでコーミングして押さえて、ここで指はこうです。指はこういう状態でバーって切ります。全体切っていきます。はい、切りました。そしたら今度はサイドを切っていきます。はい、サイド切ります。サイドもこの状態で、少しね、これ R が入ってた方が頭の丸さでこう溶かしやすいんで、ね、これがこうなっちゃうと溶かせないんで、丸い方がこうまとまるようになってくれますから、こういう風に溶かせます。はい、ここちょっと難しいんですけれども、はい、これも目線でですね、取って、このままどん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 、指はこうです。あまりやりすぎると肌が切れちゃうので気をつけてください。どん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 、ね、こっち逃げやすいんでね、こっちもこういう風に入るようにちょっとね、皆さん切ってください。反対側いきます。溶かしてもらって、このままギューッとやって、はい、ここを切っていきます。トン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 。で、大体皆さんやるのはこうやってやっちゃうと思うんですね、書く感じに。そうすると結構一気に切れないんで、なるべくここの同じポイントでぶつけちゃった方がラインが切れやすいんで、あんまりこうやんない方が僕はいいと思います。こうやってやっちゃうと削いでるみたいな感じになっちゃって、ラインがボケちゃいます。なので、ここって決めたら、この位置でガーってこういう風にラインをね、こういう風に作った方が本来いいと思いますね。こっちも切ります。はい、厳密に言うとこのラインの延長線上を取ればいいだけなんですよ。このままぐるぐるぐるって真ん中ツインテールを作って片方を止めます。片方を止めたら、根元から指4本分、 1,2,3,4、 はい、小指の上ですね、ここの部分を取っていくと大体ここにつながります。もし、ここよりも上に行っちゃう場合は指3本分にしてください。はい、指3本の場合が5センチ、約5センチぐらいでもいいかなと思います。はい、指4本から3本取っていきます。はい、また目線をね、ちょっと下げてもらって、このままここを1回溶かします。溶かして、このままキュッて向こうに押し付ける感じで1センチカットします。タン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 と、でこうやってやっちゃうとなかなか取れないんで、同じ位置で1,2,3って、1,2,3ぐらいです。こういうのです。1,2,3って押す感じです。1,2,3って押す感じ、1,2,3って押す感じでやると、1,2,3、1,2,3と押す感じですね。このぐらいがいいと思います。1,2,3、はい、1,2,3、1,2,3、1,2,3、1,2,3、こういう感じがいいと思います。はい、目尻の延長線上、ここです。はい、目尻に当ててもらって、てん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 、ズボッて、ここですね。はい、分かんない方はこっち一回止めといてください。そしてこっちも目尻の延長線上、てん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 、はい、分かんない方は横を止めといてください。
はい、そしたらここのポイントとこのポイント、そして指3本ですね、はい、3本のポイントとしてはここですね、ここから3本鼻の頂点デレレンって3本この5センチのですね、ここを結んでいきます。いいですか。そしたらここと目尻とこのさっきの頂点を結んでいきます。で一回ここで確認ですね、左右同じ三角形で取れてるのか、そしてここが5センチなのかっていうのを確認していきます。はい、多少ねこれさっきさんと僕ので誤差がありまして、まっすぐに整えます。でこのまま使っちゃうとどうなるかっていうと、結構こっち短くなっちゃって V になっちゃうんで皆さん気をつけてください。使うならまだこっちの反対の方がいいかもしれないです。でまっすぐにします。超ロングコームですね。はい、超ロングコームにしましたが、どうするかっていうと、はい、頭皮に対して45度ですね、水平ぐらいでいいです。そこに持ってきて、はい、このままね、チョキ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 、これね結構噛んじゃうんでね、ハサミが切りづらいんですけども、100均のハサミですけど、工作用のハサミと変わらないんで、これね何回かやっていけば切れますから頑張ってください。はい、このままチョン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 って切っていきますね。そうするとどういうことかというと、ちょっとこっち長くなりますね。ラウンドする前髪が簡単に作れます。いいですね。はい、これを集めて、ここでチョキ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 ってこう45度、これはね避けたりしないでください。ラインが出すぎちゃって後でぼかすことができなくなります。はい、45度ぐらい、このぐらいの角度で、はい、このような感じで切っていきます。はい、何回もね、100均のハサミ切れませんから、何回もこうやってやっていくと切れます。前に溶かしますよね。そしてここを集めます。集めてここでね、親指が、集めた親指が鼻の先端を向いてる感じです。この親指の先端、親指の爪の先端が鼻の頂点向いてる感じ。そして最初入るところってどうしても短くなっちゃうんで、歯が最初の方って入りやすいんで、はい、なんでちょっとそこだけ気をつけてくださいね。そしたら同じ長さ切れますよね。これで大丈夫。そして横の方で変なところがあったら、もうこうやって引っ張って、ここは変だなと思ったらこのままパツッて切ってください。これで大丈夫ですから、後でぼかすんで、あのバリカンで、でここパツッて切る、これだけでいい。45度ぐらいまで、このぐらいまで引き出してね、はい、そのままこのままそーっと逃がしていきます。いいです。これをズボっていくと穴開いちゃうん で全体のね量的に、あ、均等に間引いてきてるなと、量がちょうど均等だなと思ったら、そこでやめてください。あんまやりすぎるとスッカスカになっちゃうので、はい、このような感じで、で、だいたいここはね、ここ指4本分ぐらいの位置から、指4本の位置から入れる、それ以上奥は入れませんよってことですね。はい、そして横もやります。そしたら今度横も同様にやっていきます。はい、こうやっていって、ここを取っていきます。でこのサイドってもともと薄いですからね、量が、なのでサイドはあまり、たくさん取らないんですね。で顔前のところもこういう風に取っていくと、顔周りももっと内巻きになりやすくなります。はい、そしてここもね、はい、やっていきますよ。ここはね薄いですよね、こっち重いですよね。はい、逃がしていきます。はい、このような感じにすることによって、ね、こういう風な可愛い前ボブのスタイルできます。どうですか。はい、こちらのファームワックスをつけていただいて、スタイリングすると前髪にねちょっとこうつけてあげて、はい、で出たところは皆さん、あ、出るところもね絶対あると思うんで、出たところは、こうやってね引っ張ってこのバツって切ったらいいですから、大丈夫です。それでこうやって出たところはこうやってバツって、こんなんでいいですから、こんな感じで切れば大丈夫。そしてここを耳にかけたりとかすれば可愛いじゃないですか、こうやってやったりとか。で最後にここですね、はい、ちょっと下向いてもらって、ここに出たところありますね、これをねちょっとチョキ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 って、このメイクのところですね、表面切らないですよ。まあ、こういう風にねやっていくと、まあ、僕はこのねハサミ慣れてるんでね、このぐらいできますけども、なかなか一般の方はできないと思うん でこれ大丈夫です。はい、戻します。はい、中がボケました。結構いいでしょこれ、普通にお客さんでやっても悪くないかなって思うんですよ。はい、美容室でもさ、いけるぐらいでしょ、まあ、この切り方はないけど、結構それぐらいに切れてると思う、本当にもう、はい、ということですね。はい、まあ、さきさんもそろそろ使いに来てるので、この辺でやりたいと思います。もしね、これやり方がいいなと思ったら高評価で、いいねボタンお願いします。チャンネル登録と、あと
シェアとかも全然ジャンジャンしていただいて大丈夫なので、まあ、サロンに来れないっていう方もいらっしゃると思いますから、そういう方向けに、今後も配信していけたらいいかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。過去動画も1000動画以上ありますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで今度はショートのスタイルをね、サキさんにやってもらおうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね。